はいどうも皆さん、おつわぐです。今回なんですけれども、昨日あたりですかね、急に市場が大暴落ということで、まあ多分ねブラックフライデーがね11月に来ると思うんで、まあそれの警戒でね、ちょっとみんな早めに選手リリースして、まあちょっと市場もねガクッと一旦落ちたみたいな感じだとは思うんですが、まあ暴落したので、まあメタ選手もね結構手が出しやすくなったんじゃないかなということで、今回はコスパ選手の紹介していきたいなと思います。まずはディフェンス編からやっていきたいなと思うので、ぜひ参考になれば幸いです。そしておすすめ順に3名ずつトップ1、2、3と紹介していければなと思うので、早速やっていきましょう。はい、ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずセンターバックからやっていきたいと思います。ということでトップ1、センターバックおすすめはユディガーですね。まあ、今回10万コイン以内の選手で絞って紹介していくので、ちょっと冒頭でね説明し忘れましたが、一応補足ですということで、まあ、まずユディガーですね。身長190センチの加速タイプ、長いスキルに逆足さん右利きとなっております。で、まあ能力こんな感じですね。リディが、まあ、ペースあって、パスも、ショートパスロングパス高くて、まあ、ドリブルも、リアクションと冷静さ、しっかりあって、まあ、冷静さがねちょっと87は気になりやすい。まあ、守備フィジカルともに高い。まあ、リュディガーはね15万コインくらいずっとしてたんですけど、まあ、急にもう10万切ったということで、まあ、今でもね全然、めちゃくちゃトップメタ級に強い、選手になってるんじゃないかなと思いますね。まあ、特にやっぱ今作このブルーザーが強いなって感じてて、まあ、テオとかもそうなんですけど、この金ブルーザー持ってる選手のバスタックル本当に強いなと感じますね。で、今作結構ねこのジョッキ持ってないと、横移動がねあまりにもこうジョッキ持ってない選手は遅くて振られるときついみたいなシーンあるんですけど、まあ、そのジョッキもしっかり持ってます。で、エアリアルも白でしっかりついて、ディフェンダーの、プラスプラス持っているので、まあ、大体の人が多分ね、センターバックはディフェンダープラス、ディフェンダープラスでね、役割はディフェンダーで使っているとは思うんで、まあ、これがねプラスプラスついてるのもありがたいんじゃないかなと思います。最近本当にねこのディフェンダーとかもそうですけど、まあ、どのポジションもプラスついてないと結構なんか守備サボったりとかポジショニング怪しくなるなと感じてるので、まあ、このディフェンダープラスプラスついてるのはめちゃくちゃ個人的には評価高いなと思います。で、自分は確かこれ一昨日ですか、日曜日 CF やってる時に買ったんですけど、ここからさらに下がって今はもう8万コイン切ってる状態なので、まあ、めちゃくちゃおすすめかなと思います。はい、続いて、2人目はアラウホですね。身長188センチの加速タイプ、長いスキルに逆足さん右利きとなっております。で、サポジに一応 RB もできますね。はい、で、能力に関しては、まあ、ペースはリュニガーと同じく82、まあ、ちょっとリュニガーの方が、加速遅くてスプリント高いみたいな感じではあるんですけど、まあ、アラウホね、こちらも、まあ、守備能力、フィジカルともに高くて、でスプレイスタイルがね、結構ね優秀だと思います。ジョッキーもしっかり、さっきも説明したように持っておりまして、まあ、ブロックも金で持ってる。で、パスカット持ってるんですけど予測、今作やっぱこの予測、ついてるついてないついてないでだいぶね結構貫通されやすかったりね、使用的になっているので、まあ、これ持ってるのはめちゃくちゃ評価高いんじゃないかなと思います。で、スライダー持って曲芸師とパワーヘッダーとなっております。で、リュディガーはね予測持ってなくていいのっていう部分はあるかなと思うんですけど、やっぱリュディガーはねフィジカルが91あるので、個人的にはまあ予測持ってなくてもさすがにアラホよりはリュディガーの方が、守備数値も高いですしフィジカルも高くて、まあ、結構フィジカルでどうこうできるっていう面で、まあ、ちょっと予測だったら、まあ、リュディガーの方が、個人的にはポイントも高いかなというところで、リュディガー、ナンバーワンにしてるというところではあるんですけど。で、アラウホに関しても、センターバック全部ディフェンダー、ストッパー、ボールプレイングディフェンダー、全部使えるので、まあ、ディフェンダー以外に設定している方ね、少ないかなとは思うんですけれども、まあ、一応全部ね、ロール持ってるということで、ここも優秀かなとは思いますね。自分も、序盤の方でアラウホ使ってはいたんですけど、まあ普通に使用感良かったですし、めちゃくちゃトップメタかと言われたら、まあ、トップメタの1個下ぐらいの、立ち位置かなとは思うんですけど、まあ、それでもねまだまだ現環境でも強いと思います。まあ、リュディガーの時点ならアラウホかなということで、今回選択しました。で、このアラウホも今気づけばね、10万コインぐらいしてたとは思うんですけど、3万コイン以下で買えるということでめちゃくちゃお得ですね。はい、はい、ということでセンターバック、ラスト3人目はミリトンですね。身長186センチの加速タイプ、やや長いスキルに逆足さん右利きとなっております。で、サポジなくて能力詳細こんな感じです。
まあミリトンはね、とにかく他2人に比べたらペースが85あるってところが魅力なんじゃないんでしょうか。でパスに関してもね、アラオフに比べたらロングパスも高くて、リアクション84あると。で冷静さが若干ね低いの、ここがちょっと気になるポイントかなとは思います。で守備はしっかり高くて、でフィジカルも若干他2人に比べたら低めではあるんじゃないというところ。はい。でプレイスタイル、ロブタツこれ持ってるのが、個人的には、他2人に比べてポイント高いんじゃないかなと思いますね。まあやっぱり5バックとかの、サイドセンバーに置いたりした時にロブタツね、めちゃくちゃありがたいかなと思いますしね。まあ4バックでも、ロブの達人持っていればサイドにこう高い、展開できるといったところで、これ非常に魅力的なんじゃないかと思います。でしっかりエアリアルも持ってて、パワーヘッダーでブロックインターセプトとなっております。まあプレイスタイルはね、ロブタツついてるのは、ちょっと差別化ポイントではあるかなと思うんですが、やっぱりジョッキー持ってないっていうのが、個人的には1個評価落ちるんじゃないかなといったところですね。まあ、ただミリトンね、身長が他2人に比べて若干低いっていう点とペースも高いんで、まあそんなに持ってないのは他のなんかこうジョッキー持ってない、例えばなんだろうな、バランとかに比べたらそんなに気にはならないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあそれでもやっぱりジョッキーないと横移動を振られてちょっときついなっていう部分はあるんじゃないかなということで、まあミリトン自分まだ使ったことないんですよね。まあただ相手にいた時にミリトンそこまで他2人に比べたら存在感もないなといったところで、今回は 3番手にさせていただきました。ミリトンに関してもね、価格今4万5000コインほどとなっておりまして、まあアラウホより高いんですね、ミリトンの方が。まあ多分ここはね、ケミの問題、レアルの選手強すぎるっていうところで、まあそこもあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあまだまだね、現環境でも戦えるんじゃないかなと思うんで、おすすめです。はい、続いて右サイドバック、見ていきたいと思います。まず1番手、ナンバーワンですね、クンデです。クンデ強いんですよね、コンサ本当に。はい。で身長180センチの加速タイプ、控えめ、スキル3、逆足3、右利きとなっております。でサポジ CB できますね。で能力詳細こんな感じです。まあね、クンデ今作相手してて、サイドバックで相手してたら個人的には一番嫌ですね。まあ、右サイドバック組んで使ってる人結構ね、いらっしゃるかなとは思うんですけど、本当にディフェンス強すぎて、抜けないし、抜いても追いつかれるし、リアルの組んでと同じぐらい、なんかもう、いや、なんか強くねみたいな感じになってますね。はい。でやっぱり組んではね、どっちかというと、まあパスはね、もう見ての通りショートパス、ロングパスもある程度はあるんですけど、視野とかもね、めちゃくちゃ低くはなっているんで、クロスもそうです。個人的にはというか、まあ守備戦で使ってあげた方が、絶対いいんじゃないかなとは思いますね。うん、ドリブル値も低いです。でリアクションと冷静さしっかり高いんで、で守備値もしっかり86あって、フィジカルも、まあ、ぼちぼちあると。まあ、パッと見能力はね、ほんとセンターバックの能力なんですけど、まあ、サイバーで使われたら個人的には特に、めちゃくちゃ厄介だなって思ったので、今回ナンバーにさせていただいております。で、ジョッキープラスもこれが嫌なんですよ、本当に。サイドで1枚剥がしてスルーパス出そうみたいな時にずっとついてくるんですよね。いや、もう組んでしつこい邪魔みたいな、結構なるんで、はい。で、スライダー持ってて、で、しかも瞬速持ってる。これがあるんで出足が早いんです。だからなかなか剥がせないし、一瞬でこう前詰められて、しかもジョッキープラスついてるからもうキュンキュンみたいな。なんでこんなキュンキュンなんだみたいな。この組み合わせあることによって今作特にうずさましてるんじゃないか。で、しっかり容赦なしもあるんでね、サイドバック起用してあげても問題ないといったところではあります。で、めちゃくちゃ貴重な、サイドバックプラスプラス、これもポイント高いんじゃないんでしょうか。やっぱりね、AI の動きめちゃくちゃ優秀ですし、まあ、基本的に4バックのね、サイドバックはサイドバックプラスプラス、サイドバックのロールで、使ってる方が多いんじゃないかなと思うんで、まあ、このサイドバックプラスプラス持ってるっていうのも、まあ、個人的には超、評価高いですね。はい、めちゃくちゃおすすめになっております。はい、続いてはマルコス・ジョレンテですね。まだナンバー2です。身長184センチの加速タイプ、控えめ、スキル3、逆足4、右利きとなっております。でジョレンではね、もともとが、RM の登録で、サーポジに RB できるといったところで今回選出しておりますと。で能力詳細こんな感じです。まあジョレンテはね、今でも強いです。もう序盤からずっとコスパとして君臨してましたけど、現環境でも全然このノーマルカード、まあ開拓者でね、登場してはいますけど、全然金レアでやれますね。はい、しっかりペースあって、シュートも打てて、パスも出せて、まあパスはまあ
プレイスタイルね、パスの PS、大胆なパスしか持ってないんで、ないんです。まあまあまあ、普通にパス、ショートパス81とかありますから。で、ドリブルが8、アジリティも高くて、まあリアクション冷静さとかね、そんな高くないんで、まあ軒並み、バランスいい能力になってます。で、守備フィジカルもバランスいい能力です。はい。で、プレイスタイルがパワーシュート、大胆なパス、そして瞬迅速持って容赦なし。で、スタミナも91なので、基本的にはサブいらない。はい。で、役割がね、RM の、ものしか持ってないんで、まあ、ちょっとここがね、気になるポイントかなとは思います。まあ、ただね、逆足4もありますし、まあ、全部の能力と PS のバランス的には多分結構ね、素晴らしいものを持っているんじゃないかなということで、まあ、個人的にはクンデがちょっと抜けてはいるんですけど、まあ、それでも現環境でもジョレンテ、まだまだ強いぞということで、今回選ばせていただきました。はい、ということで、ラスト RB 最後はウォーカーですね。身長183センチのかなり長い、スキル3逆足2、右利きとなっております。で、3ポジじゃなくて能力詳細こんな感じですね。まあウォーカーをなんで3番手にしたかというと、まあ守備はめちゃくちゃ強いんですよ。うん、あのジョレンテとかよりも守備は強いです。はい。まあ組んでよりは劣るかなぐらいなんですけど、守備はめちゃくちゃ強い。ただやっぱりね、瞬速持ってないっていうところがあって、そこがねやっぱりどうしてもこう出足の遅さは気になるんじゃないかなと思いますね。意外と横移動とかの振られるのにはね、ジョッキー持ってるんで対応はできるんですけど、まあストレイフがね弱体化したとはいえ、まだまだねこう逆とか捉えた時は普通にぶち抜かれたりはするんで、まあそういう時にやっぱり瞬速持ってないとこう一瞬の加速逆捉えた時に対応できないなといったところで、まあ、ちょっと瞬速持ってないのは個人的にはめちゃくちゃちょっとマイナスポイントかなと。ただボール持ってる時はね迅速持ってるんで、意外とバン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 サイドライン爆走できるみたいな感じではある。で、まあ能力に関してもまあペースもしっかりあって、パス、ショートパスとかも上手くて、まあ、ちょっと視野が低いのは気になり、ドリブルも味腹がちょっと気になるんで、まあ、ここはね注意必要かなと思います。ただリアクションとかねしっかり85と高い。で、守備に関してもタックルめちゃくちゃ85と高い。で、あとはスタミナ81しかないんで、まあ、ここもね、マイナスポイントかなとは思いますかね。はい。で、役割に関しても、まあ、フォルスバックしか持ってない。しかも、プラスプラスもないといったところで、まあ、サイドバック、ウォーカーをね、中絞らせてフォルスバックで使うって、なかなか使ったところで、いや、これで例えば、ディキタカとか、強パスとか、ロブダツとか持ってるならいいんですけど、絞らせたところで、パスケの PS ないんで、うん、じゃあ、サイドバックプラスついとけよっていう感じではあるんですけどね。はい。まあ、そういって、いろいろちょっとマイナスポイントが多くて、今回3番手と、いうことになりました。はい、ということで、じゃあ、ラスト、LB 見ていきましょう。まず1番手はメンディですね。身長180センチの、加速タイプ控えめ、スキル4逆足5左利きとなっております。で、能力詳細こんな感じですね。まあメンディも、今ちょうどそれこそ10万コイン以内って今回言いましたけど、ちょうど10万コインで、買えるので、今回選出いたしました。まあメンディずっと開幕からなんかなんだかんだずっと10万コインで安定してるんだって感じであるんで、まあ、この今回のね、市場暴落したからっていうのにあんま関係はなさそうな気もするんですけど、うん、まあでもメンディ他ね残り2人はまあ後で紹介しますけどに比べたら、まだまださすがにメンディの方が強いかなといったところで、まあ、本当ねサイド LB はね、まあ、特に両サイドバック、まあ、そうなんですけど、まあ、特に LB の方はねテオが一強すぎて、まあ、なかなかもう時点ってなるともうメンディぐらいしかいないんじゃないかっていうぐらい、まあ、本当そんな感じなんです。はい。で、メンディもね、個人的には、さっきウォーカーの時も話しましたけど、瞬速持ってないんで、うん、まあ、頑張って、この、ね、この動画の趣旨と反してはいるんですけど、正直、頑張って手を買ってください、皆さん。それが一番、安定するっていうか、納得できるんじゃないかなとは思います。はい。まあ、ただ、まあ、テオ以外の選択肢ってなってきたら、やっぱメンディが、いいと思いますし、能力じゃない、価格的にも、10万以内なので、まあ、今回ちょっと紹介しという感じ。はい。まあ、迅速とブロック持ってますけど、まあ、メンディはね、エボリューションで結構ね、今回強くできるんで、まあ、そういった面でもね、いいんじゃないかなとは思いますね。はい。まあ、ぜひね、トレフカで当たったりとかした方はね、エボいっぱいできると思うんで、全然エボってもいいんじゃないかなとは思いますね。テオまでのつなぎでエボって使うみたいな使い方でいいんじゃないかなと思います。はい、次2番手、ウドジェですね。身長186センチの控えめ、スキル3逆足3左利きとなっております。能力詳細こんな感じ。まあ、ウドジェは、しっかり瞬速持ってるといったところで、まあ、ペースもしっかりあって、80後半あって瞬速持ってて、まあ、そんなにぶっちぎられることも少ない。はい。で、パスに関しては、まあ、ショートパスは79、視野も75一応ある。まあ、ロングパスが65なんで、あと、ロブタスとか持ってないんで、ちょっとサイドチェンジとかね、注意必要かなと、思います。で、ドリブルに関しては、まあ、バランスよく高くて、
まあ、守備、フィジカルに関してもぼちぼち高いといったところですかね。はい、で容赦なし持ってないんで、まあ、メンディのサブに使うとか、そういった使い方でもいいんじゃないかなと思いますね。はい、で役割に関してはフォルスバックとウィングバックということ、まあ、本当サイドバック持ち組んでる時に話しましたけど、マジで少ないんですよね。本当アイコンのカルロス・アルベルトとか、まあ、テュラムとかそういった選手がプラスプラス、そういった選手しか持ってない、まあ、そこ考えたらね、まあ、ちょっと RB の話にはなりますけど、組んでやっぱ魅力的だなと思いますね。はい、ということで、ラスト、バチャですね。身長161センチの加速タイプ、爆発的スキル4、逆足3、左利きとなっております。でサポジで LW できて、能力詳細こんな感じです。まあ、ベースしっかり高くて、シュートも高くて、パスめちゃくちゃうまくて、ドリブルもまあアジリティはすごく高いと、バランスも高い、まあ、リアクション若干低いのは気になるですね。で守備値もタックル84、スライディング87としっかり高く、まあ、スタミナも91あって、アグレッションも高いという感じです。でバチャは本当にプレイスタイルが魅力的ですね。シンプルに、まあ、俊足しっかり持ってる、容赦なしあってスタミナ91、フルで試合できる、テクニカでもある、予測インターセプト持ってる、そしてなんといってもこの金の大胆なパス、まあ、最近またちょいちょいエアリアルがね流行ってきてる部分であります。まあ、クロスはめちゃくちゃうまいです、大胆プラス。はい、でセッターも一応持ってて、フリーキック80超えているので、キッカーにもなれるよと。左利きのキッカーね、なかなかいない、あそこもねポイント高いと思います。で LB 攻撃的ウィングバックプラスプラスついてますけど、まあバチャ使うならね、まあもうこのプラスプラスもついてますし、この攻撃的ウィングバックで使ってあげる方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、ただね、今回なんでバチャ3番手にしたかというと、まあもう自分の動画と配信見てる方ならわかる通り、やっぱ女子選手ディフェンスラインに基本的には置きたくないっていう、フィジカル負けでね、どうしようもないシーンをやっぱり防ぎたい。もうフィジカルがね、例えば、バチャ身長161センチなんですけど、まあ例えばネイマールと対峙した時ですら、ネイマールが身長175センチなんですけど、まあ、ネイマール男子選手にしたら身長も低い方ですし、フィジカルも低い方、それでも14センチ、ね、身長差があるんですよ。ってなった時にやっぱり並走してたら、体格の差、フィジカルの差というかもう体格の差ですね、でどうにもできないみたいなシーンはやっぱりねちょいちょいあるんで、まあ、ちょっとそこの面でやっぱりね3番手になったっていった感じでは、まあ、ただ PS とかもね優秀なんで、まだまだ現環境なら使えるんじゃないかということで、今回選出いたしました。はい、ということで、こんな感じになってます。いかがでしたでしょうか。まあ一応ね、このサブの方に、まあセンターバックの4番手5番手、RB の4番手5番手置いてはいるんで、まあちょっとこのサブの方を話していくなら、まあマルキーニョス、バストーリー、まあインターセプトプラス持ってて、似たタイプではあるんです。まあ共に優秀かなと、まだまだ現役で、ね、使えるんじゃないと思います。まあブレメルはね、ちょっとジョッキーもなくて横移動ちょっと弱いんで、まあちょっとそこの面考えたら、まあ3番手じゃないわ、6番手になったかなっていった感じですかね。はい。で、RB に関しては、まあ、ケミとか気にしなければ、ハキミまだまだ強い、まあ、4番手で、時点でダウンフリーズですね。まあ、この TOTW のダウンフリーズ、めちゃくちゃコスパはいいんじゃないかなと、ペースもしっかりあって、瞬足持ってますし、容赦なしもしっかりある、個人的にはおすすめですね。で、まあ、あとはフリンポン。うん、まあ、瞬足あって、まあ、守備値とかまだ低いんです。まあ、能力的にサイドバック、シンプルな4バックの、右サイドバックとかで考えたら、まあ、ちょっと優先順位はさすがに、落ちてくるんじゃないかなといったところですかね。はい、で LB に関してはロルフォ、最近ね意外とロルフォを使ってる方ね、多く見かけるんですけど、あのやっぱジョッキープラス俊足持ってるんで、まあ、このクンデ理論じゃないですけど、この組み合わせ結構いいし、でロルフォはね、身長179センチ、男子選手にね、負けないぐらいの体格ありますんで、まあ、そこ考えたらね、全然なんなら3番手に入れてもいいかな、ちょっとバチャと迷ったんです、入れてもいいんじゃないかっていうぐらい最近ね結構相手してても厄介かなと思います。大胆もしっかりやって、トラッパーも嬉しいで、地味にトリッカー持ってるんで、独力でね打開もできるといった点もね、高評価なんじゃないかなとは思いますね。であとはキャシャイ、まあ、ここはスキル5あって、PS が優秀っていう部分もありますかね。はい、キャシャリーも相手結構ねたまにいます。まあ、バジャと並んでおすすめであるかなと思います。でまあ能力的に考えたら、スババも、結構おすすめなんじゃないかなと思いますね。ただやっぱなんで6番手かっていうと、瞬足持ってないっていったところではありますかね。はい、という感じになってます。いかがでしたでしょうか。まあ今回はねディフェンス編やりましたけど、まあまた後日ねミッドフィルダー編、アタッカー編出していければいいなと思うので、ぜひ参考にしていただければ幸いです。ということで、今回の動画以上になります。いかがでしたでしょうか。まだの方はねぜひチャンネル登録と高評価、そして X、Twitch のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画開始になっていたしましょう。バイバイ。